アンドレイ・レオニードビチ・シャポバディヤンツは、ロシアの政治家。1998年から2000年までロシア、連邦経済省、経済学博士候補。1952年2月23日、モスクワに生まれる。1974年、プレハーノフ名称モスクワ国民経済大学財政学部を卒業する。1984年、プレハーノフ名称国民経済大学大学院を修了。この間、1969年から1971年までエレクトロニカ研究所、1971年から1982年までソ連国家計画委員会メインコンピューターセンターにそれぞれ勤務した。1982年から1990年にかけ、ゴスプランで財務複合科学部の副部長、部長職を歴任する。1991年、ソ連経済予測省財務信用政策局長。1991年から1992年まで、ロシア共和国経済財政省第一次官。1993年3月から4月ロシア連邦経済省代行。1993年3月からはロシア、連邦大統領附属ロシア、連邦人民特別文化遺産専門家評議会の委員。1993年4月、ロシア連邦第一経済次官兼ロシア企業家、精神支援、競争開発基金監督委員会議長。ロシア政治家エリート。北海道大学スラブ研究センター。2014年2月16日閲覧。2014年2月15日閲覧。ありがとうございます。